久方ぶりじゃな、館長。あっという間に夏がやってきたの。気温も上がり、八重村は一年で最も賑やかな日を迎えておるぞ。朝から麓では屋台が立ち並び、様々な看板がここからでもはっきりと見えるほどじゃ。飛玉丸が起きていたら、きっとわらわに小銭をねだって油揚げを買いに行ったじゃろうな。あの子は昨晩一人で神社の掃除をしてくれての。わらわが気づいた時にはもうほうきを抱えながら眠っておった。全部済ませたから桜姉も一緒に遊びに行けるなんてバカな子じゃの。一人でも思い切り遊べるのに何でもわらわを気遣うとは。じゃが去年、共に祭りと花火を楽しむとあの子と約束したからの。夏はいつか終わるが、また何度でもやってくる。そうじゃろ。ところで、館長は金魚すくいをしたことはあるか。ここ数日、飛玉丸はずっとその話をしていての。今夜時間があったら一緒にやってみてくれぬか。神社への道にはすでに提灯がかかっておる。わらわたちは最も大きな提灯の下で館長を待っておるぞ。さくら。